こんにちは、北海道日高地方の養蜂場からです。時は6月最後の日です。撮影を行った日の日中の天気は晴れ、気温は朝方は15度にまで下がりましたが、昼には26度にまで上がりました。最寄りのアメダス観測所のデータで6月の平均気温は 16.9 度でした。これは平年を 2.7 度も上回り、さらに昨年も 0.3 度上回っています。3回前の動画では4月と5月の平均気温を見ながら、今年の春は異例に暖かいと申し上げましたが、この傾向は6月になっても依然として続いています。昨年の暖かい春はこの養蜂場に6月から7月にかけてのクローバー蜜の豊作をもたらしました。しかし今年はすでに枯れ花が目立ち始め、しかもそこにミツバチが放火している場面をあまり見かけません。さらに今年は養蜂場を取り巻く牧草畑が例年よりもきれいに刈り取られているようです。もしかしたら世界的な穀物価格の上昇と円安の下で、畜産農家さんたちが購入飼料を減らす一方で自給飼料を増やしているのかもしれません。ただし最寄りの農業関係機関に確認したところ、こうしたことは特に指導されてはいないとのことでした。熱のこもった牧草の刈り取りは個々の農家さんの個別的対応として行われている可能性があるということです。牧草地で熱心な刈り取りが行われると、そこに生えていたクローバーも一緒に刈り取られます。それはこの時期の主要な蜜源植物がなくなるということですが、地下には根が残っているので、そこからすぐにまた花茎が出てきて花を咲かせています。新しく出てきた花には枯れ花はありません。しかしそうやって二次的に出てきた花が今後しっかりと流蜜するようになるのかどうかは、今のところはまだわかりません。少し前置きが長くなりましたが、今回は蜜源植物を取り巻くこうした複雑な自然的社会的条件の下で、養蜂場の蜂たちに一体どのようなことが起こっているのかを見てみたいと思います。はい、まず申し上げなくてはいけないことは、群によっては蜜が集まるペースがここに来てひどく落ち込んでいます。例えばこの群で最後の採蜜を行ったのはすでに8日も前のことになりますが、それからここに至るまで蜜がご覧のようにあまり溜まっていません。蜜房の底が黒光りして少し蜜が溜まっているようにも見えますが、5日前に内見した時と比べるとこの間に貯蜜量はむしろ減っているようです。育児のために多くの蜜が消費されているのに対して、集められてきている蜜の量が少ないのでしょう。ところで異例に温暖な春の陽気に促されて、女王蜂が極めて旺盛に産卵を行っています。蜜があまり溜まっていない巣箱の中に同時に有害蜂児がいっぱいいるのを見ると、危機感が募ってきます。食料のやりくりが厳しくなってきているというのに、その一方で人口爆発が起こっているのを目の当たりにすると、やるせない気持ちになってきます。ローワン・ジェイコブセンは、イタリアバチはたとえどんな季節であろうとも、より多く仲間を増やすために食物の備蓄を使ってしまう傾向があると述べています。また北国の養蜂場にいるイタリアバチは、蜂蜜を蓄えるより仲間の数を増やすことによって、自分たちをしょっちゅう餓死寸前の状況にさらしてしまうことになるとも述べています。私たちが見ているのはまさにこういう状況なのでしょうか。こんな時、普段ならば厄介事である女王蜂の行方不明がむしろ救いのように見えてきます。これは先ほどとは別の群ですが、ご覧のような立派な変性蜂台が巣に
いくつもできています。また女王蜂を一生懸命に探してもその姿を見つけることができません。女王蜂がいなくなったことはどうやら確実です。女王蜂が不在の期間は当然ながら産卵は行われません。また仮に速やかに新女王蜂が羽化したとしても交尾の前後に産卵の空白期間があります。今の場合立派な変性王代を2つだけ残してそれ以外の変性王代をすべて潰します。最初からたった一つの変性王代に絞り込むのはそこからの羽化がうまくいかなかった時のことを考えると不安です。ですから複数の変性王代を残して保険をかけておく必要があります。他方であまり多くの変性王代を残しておくと今度はそれらからほぼ同時に羽化した女王蜂同士の生き残りをかけた権力闘争が激しくなります。その結果運よく勝ち残った女王蜂でさえも戦いの中で深く傷つき疲れ果ててしまう危険性があります。つまり潰さずに残す変性王代の数は一方では多い方が良く他方では少ない方が良いのです。変性王代を2つだけ残してそれ以外の変性王代を全て潰すというのはこうした相反する要請のこの養蜂場における均衡点なのです。ところで私は先ほど群によっては蜜があまり集まっていないと申し上げました。別の言い方をすると蜜をよく集めている群もあるということです。それが今まさに映っているこの群です。この群では蜜がよく集まっているだけではなくてご覧のようにスイタニホウジがいっぱいついていて女王蜂が精力的に産卵していることもわかります。ではこの違いは一体どこから生じてくるのでしょうか。一方には貯蜜量を減らしている群がある。ところが他方には同じ養蜂場の中で貯蜜量を順調に増やしている群がある。こうしたアンバランスは一体どこから生じてくるのでしょうか。この謎を蜂たちに直接に尋ねてみたい誘惑に駆られますが、それはせんないことなので、当面は頭の中でああでもない、こうでもないと仮説を巡らすしかありません。ところで、過去の動画でお伝えしたように、この養蜂場は四方を牧草畑の草原で囲まれています。その草原の蜜源植物の冒頭でお伝えしたような変調が今回蜜集めに苦心している群がある主な原因と思われます。しかしその一方でこの養蜂場の南と北とでは草原を越えていくとそこには奥深い山林が控えています。そしてその山林の一部も養蜂場からの距離から判断すると蜂たちの収蜜圏に十分に入っています。ですから草原にとどまっている群では蜜集めがはかどってはいないが、他方で山林にまで足を伸ばしている群では蜜がよく集まっているということは十分にありそうなことです。実際蜜をよく集めているこの群からはクローバー蜜とは異なる香りが、つまり酸味のある香りが匂ってきます。ただ残念ながら皆さんに動画で香りをお伝えすることはできません。それではこれはどうでしょう。真ん中にクローバーの山吹色の花粉団子とは明らかに異なる赤い花粉団子をつけた働き蜂がいます。蜜をよく集めている群では花粉団子の色の多様性がより顕著であるという印象があります。以上、草原のクローバーが変調する中で貯蜜を減らしている群がある一方でどうやら山林に蜜源を求めることによって
逆に貯蜜を増やしている群もあるというお話でした。はい、今回はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。なお、今回はスズメバチトラップの結果をお伝えしませんでした。データは取っていますから、後に何回か分をまとめてお伝えしたいと思います。よろしければ登録・高評価で応援していただけると大変に励みになります。それでは次回またお会いする時まで、ごきげんよう、さようなら。